は2020年モデルの新車発表会に来ております。こちらのローライダー S ですね。2020年の CVO ストリートグライドのウルトラの方の CVO のトライクになります。はい、ハーレーダビッドソン東久留米です。本日は2020年モデルの新車発表会に来ております。はい、そして、ね、こちらのブースにはね、何が置いてあるかと言いますとですね、こちらです。ローライダー S ですね。こちらが置いてあります。はい、こちらのローライダー S ですね。エンジンは114キュービックインチですね。でエアクリーナーはね、ヘビーブリーザーじゃなくてこういうタイプの形のがついております。でタンクのカラーリングはこういったのがありますね。でカラーは2色でシルバーとブラックになっています。で足元はミッドコントロールですね。でエンジンはミルウォーキー8で、フロントはこういったタイプのやつ、カウルがついてて倒立フォークのダブルディスクですね。こっち側に回ってくるとこういう感じになってます。でシートはシングルシートですね。でメーターコンソールはこういったタイプのがついてて、ハンドル周りもライザーがこういうのがついてる感じになります。後ろ側はテールが LED になってますね。でマフラーは2本出しです。はい、こちらがねシルバーのローライダー S になります。2色あって黒とシルバーですね。こちらの色ですね、こういった色のとこがありますね。でこういうエアクリーナーはやっぱこの形のやつですね。こっちも一緒のやつです。でこちらはちょっとカスタムされたローライダー S ですね。このカウルとかも純正で今年出た新しい新商品になります。でねこういうペダルとかもこれも新商品で、こういうのが新しく出ました。でこういうところも変わってるって感じです。でシートも変わってますね、こちら。はい、続いてねこちらなんですけども、ここがね今年の2020年の CVO が置いてあります。ちょっと見ていきます。はい、まずね今年の CVO のストリートグライドですね。こちらがこんなカラーリングになりましたね。タンクカラーはこういった感じで3色の線が入ってる感じです。でタンク上のねコンソールの部分が変わっております。ちょっとこんな感じで、でね、元のカープレーンのところら辺とかは変わってないですね、基本的には。そしてエアクリーナーがあのロードグライドについてたあのヘビーブリーザー型のタイプになってますね。黒色のやつですね。足回りも少し変わったかな、この辺は。でこうぐるっと回っていくとこういうところにもこうやってカスタムビークルオペレーションって入ってますね。でシートのステッチとかも少し変わってる感じですね。この辺はあんまり変わってないかな、一緒の感じです。はい、そしてねこちらが今見たやつなんですけども、だいたいねこんな感じで3色カラーぐらいになってまして、これが白色のタイプですね。こちらがですねこんな感じになってて、まあ、タンクがバーンドシールドのマークが入ってるやつですね。でこの辺は一緒ですね、基本的に。でこっちがもう一色のタイプでして、こっちはねサテンクロームのカラーリングになってるんですよね。こういうところはクロームじゃなくてサテンクロームですね。で CVO カスタムの感じですね。でねこのエンジンガードのところとかもサテンクロームになってたりとか、ホイールも全部マットのようになってます。
ちらの2台がですね、ストリートグライドのウルトラの方でも入ってますね。でまず青色の方なんですけども、これはステンクロームが結構使われてて、クロームじゃないんですよね、まあ、こういうところもステンクロームですし、でカラーリングは青のツートンとかもありますね。こちらでエンジンは117でサテンクロームのが入ってます。で結構こういうところも全部サテンクロームになってます。でサドルバックには CVO って入っております。そしてね、ちょっとシートのステッチとかが変わってまして、結構ふかふかな感じです。ここもこういうのさっき買おう。こちらがですね、もう一色の方のウルトラになりますね。こちらはね、ブラック系のシリーズでして、まあこんな感じでタンクカラーはツートンになってます。こういったタイプの色です。そしてエンジン周りはこんなブラックのタイプです。ヘッドシートもブラックのがついています。でこういったラインが入ってて CVO って書いてあります。後ろに回ってきますと、こんな感じになっておりまして、まあ、マフラーのエンドキャップもこうやってブラックのちょっと高級感があるやつになっております。で電熱シーターが入ってるっていう感じになってますね。はい、そしてね、こちら2台置いてあるのがですね、今年登場した CVO のトライクになります。こちらがブリザードホワイトパールって呼ばれるタイプの色ですね。真っ白色にね、こうやってラメが入っているタイプでして、で、こういうところにカラーリングが入ってます。こちらでですね、エンジンは117でクロームを基調に使われてます。メーターパネルはこういった感じになってます。はい、こちらがですね、ブラックスターダストっていうカラーでして、ちょっと黒色にこうラメが入ってるって感じで、あとがシルバー系のと、あと赤色のが入ってますね。でエンジンがこういった117キュビックインチのね、あのミルオケイトが入ってます。でクロームがかなり使われてて綺麗ですね、この感じになってます。で、こういったところにもしっかりこうやってラインが入ってる感じですね。で、フロントがですね、こういう感じになってまして、まあ、かなり低めのウィンドシールドになってますね。CVO らしい顔、フェイスになってますね。そしてホイールはこういったのがついてるって感じですね。